まず一本山こんから一本松こんから行こうか。あ、見えてきましたね。前方後円墳でございます。一本松くん、先にどうしよう。滑り山くんから行こうか。こっちから噴上がった。上がってみましょう。これね、正式には倉塚古墳って言うわけですね。みんなね、滑り山古墳って言わはんねんけどね。はい。こっち側行ってみましょう。いや、これ108メートルあったっけ。墳丘約180メートル。はい。そこそこ大きいんですけどね。この高さでございます。よいしょ。こっち側ってみようか。耐えるんでね、前方後円墳は。今は芝生が張ってあるんだけどね、もともとはこう、石吹きしてあったんだけどね。これは雨降ったら流れてしまうね、土ね、これ。流れたやつまた、後で土をね、戻して、大変やで。はい。山の上になってます、これ。普通もね、ちゃんとね、登山口咲いてこない焼きません、こんなの。うわ。雲の巣がこの中で、この中になってますわ。こうくり抜きがあったんだけどね、これ、うわ、どんぐりがすごいね、これ。どんぐりだらけでございます。さっき乙女山古墳ではもうすごかった、ビュービューからバタバタバタと。これ栗の木や。あれ、栗全然当てへんぞ。ちょっと落ちてんだけど。あら、栗が見当たらんね。落ちてんだけどね、栗はね。もう落ちるのか。うん、ああ、栗落ちてますわ。みんな。なってないね。去年おととし大きなのが乗ってないのに、ね、今年小さいね、これ。なんですかね、この実がよ、栗の。まあ、これ古墳の方まで歩いてみましょうか。180メーターあるんですよね。これはまっすぐなんだけど、行かれへんな。ちょっと横へ行きましょう。ああ、そんなのが。はい、では、いいよね。はい、上がってきましたけど、待ってきましたけどね。もう足がもつれてますね。まだ1時間ちょっとしか歩いてないけどね、1時間10分ぐらいしか。もう足がもつれとる。おお、下。どんぐりがバチバチいってる。あの人、ここにどんぐり広いよね、これ。いっぱいあるのに、俺。
なもん、これやったら何千個出すぞ、これ。1000個も2000個も。もうすごいことになってんで、これ。ちょっと小さいか、これ。あら、すごいわ。さっきの、乙女屋の子もね、すごかったね。これ、宝墳の方にね、今ね、歩いてるんですけどね。滑り山古墳。蔵塚古墳。何年か前、ここでよくね、幼稚園生、園児がここで、朝から昼ぐらいだからね、ご飯食べてましたね、ここで。座って。15人か20人ぐらいね。かわいい子が。この辺やったかな、この辺座って。はい。あらぁ。カリオンの、ノキアだけ、だらけですわ。色が、今一個ですね。あの色からね、どうなんだよな。あの色から一回茶色になってピンクになるのかね。いやぁ。カリオンの丘ね、後で来る予定だったんだけどね、なんか、もう直接来てもだな。はい、ここから歩いて、こっちが宝墳の方ですね。180メートル入れますからね。これはね、初めて来られる方も面白いですよ。ここ見れますからね、全部。この付近ですよ、この付近。ここが木ですよ。こんな感じです。ちょっとやっぱりあれがね、土が削られてるんですね、だいぶね、イメージ的にね。はい。はい、次は一本松塚古墳。